西宮歴史博物館は、三重県滝郡明和町地区側にある、西宮遺跡に設置されている、三重県立の博物館である。テーマ博物館であると同時に、埋蔵文化財センターとしての機能を有する。伊勢西宮の遺跡は、南北長期以降荒廃し、その遺跡も不明だったが、1970年頃からの宅地造成に伴い、三重県滝郡明和町、 ふるさと地区に、西宮遺跡の存在することが明らかとなり、1979年には、史跡指定を受けた。これを受け、三重県も、西宮跡発掘調査事務所を開設して、本格的な調査発掘と保存に乗り出し、1983年には、史跡公園、西宮跡が開園した。1985年には、西宮跡に、 県立博物館を設置することが発案され、教育委員会文化課の下で建設に向けた準備が進んだ。博物館予定地自体が遺跡であるため、慎重な発掘調査を経て、1988年1月に寄港、1989年4月より業務を開始し、10月に開館した。敷地面積1万8000平方メートル。 展示館建築面積は4537平方メートルの鉄筋コンクリート作り1階建てで以下の施設を有する。ありがとうございます。